出てる。で、トレーニング。あの人に会いたい。ありがとうございます。本日は、はい、どういう風に言ったらいいですかね。まあ、レッドファンク総帥、はい、山中彰さんに来ていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大先輩ですからね。いやいや、とんでもないです。組合の某組合。なんかもうぬるっと決まるんだな。まあ別にいや何でもいいけど。うんうん、どうぞどうぞ。ああ、すみません。取っていただいて。はい、自分は自分で取って。いや、いいじゃないですか。いいですか。うん。うん、自分もね、そんなに寒くない季節の昼間のおでんってなかなかっていうか、初めてかもしれない。いいね。食べないでしょ、昼におでん。ごめん、ごめん。いただきます。いただきます。あ、うまい。うん。あれ、北海道っておでんはどうなの？まあでもこれは関東だけだけど。ああ、まあそうか。え、でも食べるんでしょ？おでんは食べますよ、もちろん。俺もだからその、関西ルーツの人間だけど。ああ、そっか。でもおでんはもちろんね。食べるし、もともと生まれは神戸なんだけど、そこで生まれて、親の都合で転勤族だったんで、はいはいはい、いろんなところに引っ越すわけですよ、うん、まあ、神戸の辺も転々としたりして、で横浜に引っ越して。なるほどね。どのぐらいの店舗で転校とかするもんなんですか。どうかな、 3,4 年とか。仲良くなったらもう別れみたいな感じ。でも学校は、うん、その幼稚園とかでなんかいろいろ動いてたんだけど、うん、その横浜から小学校入学するときにドイツに転勤になるんですよ。はい。で、小学校入学したのがドイツだった。なるほど、うん、で、79年生まれで、うん、ドイツに行ったのが80何年だろう、6年ぐらい多分、小1の時だから。そうですね、それぐらいかな、うん、で、ドイツに行ったのは、はい、小5になる時までだから4年間かな。小学校5年生まで4年間。小4終わるまで行ったって感じ。小4終わるまで、うん、結構じゃあもうそのしっかり覚えてる時期じゃないですか、うん、いやでもなんかね、うん、まあ、俺が忘れっぽいだけなんだけど、うん、ぼんやりとしか覚えてなくて。ああ、日本人学校行ってた。そう、ハンブルグ、港町のハンブルグにあって日本人学校にいて、うんうん、まあ、だから日本人学校だからね、うん、ドイツ語もまあ今も昔も喋れないし全然普通な感じだったけど。でも買い物とかするときは。いやでもね、だからそういうのがね、多分今でも染みついてるのか分からんけど、うん、結構だからそういう決まった時間に家を出て、決まったバスに乗って、寄り道せずに決まったところに学校に行って。ああ、いいじゃないですか。で、学校終わったら決まった感じで戻ってくるみたいな、うんうんうん、そう、寄り道っていう文化が自分の中にない。なるほどね、文化じゃないけどね、寄り道っていうのは。いや、俺の中の文化や。そうそう、寄り道しかしてないからね、自分の方が。なんかあるじゃん、そういう駄菓子屋に行って配偶してどうのみたいな、そんなのもないし、うん、ベルリンの壁崩壊はじゃあハンブルクでは。あ、でもちょうどだからあれってあれなんだよ、90年だっけ。89年ですかね。89年か、の暮れ、うん、かな、確か11月とか、うん、くれだったと思うんだけど、その時は別にドイツに普通にいて、もちろんむちゃくちゃニュースになってたし、その何ヶ月後かにベロニー行ったんで、仮面とかに。うん、それは何ですか。いや、単純に観光というか、あ、親どうやら、そうそう、西と東がその開通したってことで。って、そうそうそう。雰囲気としてはどうだったんですか。でも、なんていうの、うん、そういうことが起こるときってちょっときな臭かったりとか、逆にお祭りムードだったりとか。いやでもとにかくさ、そのドイツにいて、うん、まあドイツにいてとかドイツにいると、うん、その西と東に当時分かれてたじゃない。そうですね。だからその東からさ、亡命する人のニュース映像みたいなの、まあ、もうしょっちゅう流れてくるんだよ。ああ、なるほど。で、銃殺されましたね。まあ西側だしね。そう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 、うん、西側に住んでるわけだし。で、そういう学校とかでもそういう授業っていうか、そういう映像をなんか見るみたいなとかあったりして、うん、だから単純に怖い国みたいな、東側が。そう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 、別に細かいことは分かんないけど、うん、とにかく怖い国みたいな、なるほど、イメージがずっとあって。で、当時も西から東には普通に行けたから、普通にっていうか行けたから、行こうと思えば帰っては来れないですよね。いや全然大丈夫大丈夫、西側の人間は問題ない、ちゃんとビザがあって、
ビザが発行されるから。そうなんだ。普通に旅行っていうわけじゃないけど、ちょっと行って帰ってこれる全然。うん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 。でそれでも行ったことあって俺。ケガシラは。そう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 。どうでした？親父が結構なんか変わった人っつうか、うん、豪快なやつだったから、もう急にノリで行っちゃうみたいな。ああ。車でビューンつって。遊びに行こうか。そうそうそう。ビザねえけどみたいな。うん。いやで行くと、うん、まあなんかそんなにだから街中を歩いたりとかはできないんだけど。なんつうんだろう。ああ、サンキューサンキュー、うん。なんかそういう高級官僚みたいなさ。人が住んでそうな、そう、いかついそういう建物と、あとはなんかスラムってわけじゃないけど、ちっちゃいなんか子供たち追っかけてくるみたいな車。あーあー、西側の西の人が来たぞみたいな、うん、とか憎まれてるわけでもなく、なんかもう単純に子供が好奇心、好奇心、うん、あとはなんか車の工場っていうか、あって、うん、いっぱいこう、うん、車が並んでるんですよ、その広っぱんとこに、うん、でそれが段ボール製の車でさ、当時なんか、トラバントっていう車がこう作ってて、うん、なんつうの、外見は多分強化プラスチックみたいな感じなんだけど、内側はなんかそういう段ボール紙製みたいな感じで、よく段ボールの車って揶揄されてたような車で、まあシンプルに貧乏な国っていうか、あ、本当にただ中身が段ボールだったっていうの。そう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 、すごい。そういう車がだからいっぱい並んでる、うん、俺もそんな細かく覚えてないけどさ、結構覚えてない。いやでも高級官僚の家と、うん、段ボールの車と、うん、ちびっ子のスラムの子供たちみたいな、空気感としては。でもベルリンの壁崩壊って要するにほら、うん、まあ、西側の勝利だったわけじゃないですか、うんうん、実際のところだからドイツにいた時にどんな風にだったのかっていうのは、うん、でも西側の人の生活はさ、うん、一変したわけじゃないから、それはそう、空気感はそんなに変わんなくって、うん、東の人はそれはね、変わっただろうけど、まあね、解放っていうような意味合いはありますか、うん、だから当時その東西に分かれてた時に行ったことあるのと、うん、その壁が壊れた瞬間、うん、その時ぐらいにちょっと行ったぐらいで、なるほど。それからドイツにねずっと行かなくて、うん、行ったのはだからその買い付けあった、坪井君と会った何年前、それだから3年ぐらい前、いつだっけ、2019年でしたっけ、ベルリンで、多分そう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 、ベルリンで会ったじゃない、そうですね、それがだからあれ以来初めてドイツが、ドイツ、あ、そっか、東側に行ったっていう感じ、ベルリンでね、そうそう、それでまあお仕事の関係で日本に戻ってくることになって、うん、そっから基本的には横浜エリアというか、シティボーイだ、そうに住んでたっていうのかな。なるほど、うん、どうでした、ドイツからさ、でも帰ってきてさ、うん、向こうはやっぱり好奇心っていうか、うんうん、来るわけじゃないですか、うん、ねえ、どんな感じなの、転校生の気持ちは分かんないから。ああそうかそうか、うん、いやでもしょうもない話なんだけどさ、うん、もちろんドイツの常識とさ、ドイツの日本人学校の常識と日本の小学校って全然違うじゃない、文化がね、文化が、うん、で俺ランドセルとかも背負ったことなくって、ああのいわゆる黒とか赤の、そうね、向こうで言う、なんつうんだっけ、ラッケルみたいな、忘れたけど、うん、そういうあるのよ、カバンが、うん、あとこういう普通の、まあみんな向こう自由だからこういう肩掛けのとかしてたり、そうですよね、そう、うん、で、してったらもちろんそれをいじられるわけだし、まあね、うん、あと時計、普通の腕時計、うんうんうん、もうなんか多分当時ちょっと覚えてないけどしてて、それも小学校にしたら珍しいみたいな、小学生にして、うん、異物入ってきたみたいな、そうやっちゃおうぜみたいな、そう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 、もうめちゃくちゃ覚えてるよ、ほんとに、うん、なんかよくわかんないけど机をガンガンされるとかさ、はい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 、なるほどね、そうそうそう、うん、まあでも効果不効果、うん、別に腕力が弱かったわけじゃなかったから、戦って、うん、全然事なきを得たというか大丈夫だったんだけど俺はね、それはいいことですね、戦わないとダメだね、うん、そういう時はね、だから別にいわゆるいじめなんていうことは受けたことない、うん、まあそれは良かったんだけどねえ、それにだから対する対抗心なのかわかんないけど、うん、当時少林寺拳法とか習ってたりとか、その後後に空手とかもやり始めるんだけど、戦う、まあもともとそういう家系だったっていうか、ああなるほど、みんなやってて家族が家の方針で、そうそうそうみたいな感じでね、まあ俺は別に興味があったから言っただけだけど、逆に羨ましいですけどね、羨ましいっていうかね、うん、自分はそういう格闘技とか親がまず意味嫌ってたんで、あ、そうなんだ、うん、親父がだからそういう空手とかなんかそういうのやってたから、ええ、まあもともと好きで見てたし、試合を、そう試合とかを、うん、なんか単純に興味があって
やり始めてる。なるほど。だからね、まあちょっと話するけど、組合。あ、組合ね。組合もやってたんだと思うんだよね。あんまり関係ないでしょ、それは。まあでもね、組合員も、うん、結構こう、何個かに分かれるっていうか。あ、それは分かる。いや、もう単純にさ、その音楽的な趣味思考と一緒で、うん、もちろんその、パンクとか好きな人とさ、テクノが好きな人は人種が違うように。全然違うね。そう。それによってもさ、体育会系の人もいれば、うん、文化系の人もいれば、うん、ちょっと失礼。いや、なんか店からむちゃくちゃ電話かかってきて。何、お前言っちゃいけねえことを言うあの人に会いたい、はいはい、レッドハンク、うん、いや、だからその冒頭の話に繋がってくんだけど、うん、これです、うん、ソ連ファンク共産よろしくお願いします。ディスクガイドというのを出して、うん、メロディアでしたっけ、そのレベル。そうですね、メロディア。それは要するに ソビエト時代に、うんうん、メロディアというレーベルだが国営レーベルで、そこでしか出せなかったというか、そう、レコード作れなかったっていう、そうですことですね。うん、あれどうなんですか、アミガ。あれはアミガ東ドイツ。あ、そっかそっか、うん、国が違うんだ。そう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 、なるほど。だからその旧ソ連圏の国というか、まあいろいろあるじゃない、うん、は全部このメロディアっていうレーベルからレコードリリースしてて、国家で統制されてた。リリース量もリリースタイトルも内容も検閲がかかるし、うん、全部がこう統制された中でみんなミュージシャンをやっていたと。でミュージシャンも基本的にはなんかそこら辺の兄ちゃんがやるとかじゃなくて、うん、まあもうみんなアカデミックな、そう、教育を受けたり、まあクラシックのさ、ああいう楽団みたいなイメージっていうか、ちゃんと雇われてミュージシャンとしてバンドをやるみたいないう感じ。やれって言われてやってたんですか、それとも。あ、もちろんこの人とこの人を組んでこうみたいな、その組み合わせまで。そう、なるほど。で一応そういう、なんつうんだろう、うん、指揮者というか、はい、プロデューサーというか、プロデューサー、そういう人がやっぱりいっぱいいて、うん、そういう人たちがこうメンバーをかき集めたりして、じゃあこういうバンドを作ろうみたいな。はあ、うん、だから全部基本的には作られたもの。ええー、ちょっとだから意気投合してさ、ライブハウスとかでライブやってやろうぜみたいな感じでは全く、いや全然全くない。だからそういうソ連の音楽っていうのが、ええ、まあ良くも悪くも、なんて言うんだろう、何もないっていうかさ、結局全部検閲されて、そう、うん、あれだからどうせ尖った音楽もないし、そうね、うん、まあいわゆる普通のそういう歌謡曲というかポップスというかさ、うん、耳障りのいい音楽しかないんじゃないかって思われたのもしょうがない。うんうんうん、で昔からそういうさ、ビートルズは聴かれないとか、ロックは無理だとか、はい、ことしやかに言われてたわけだけど、うん、もう全然そんなことはなくって、うん、いざこの世界に俺こう入ってみれば、まあ本当に変わってて、うんうん、特殊で、それガラパゴス的な、もうめちゃくちゃガラパゴスだったんだ、うん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 、とにかく文化的に鎖国をしてたから。そうですね、とにかく奇妙で、はい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 、自分の今までは持ってたさ、ええ、その少ないながらのその音楽的な常識が全然当てはまらない国の音楽だったっていうこと。なるほどね。そういう音楽がソ連にはないっていう思い込みがあって、ベースに。あー、だからちょっとやっぱり奇妙に聞こえたっていうのもあるんだろうけど。なるほど、ね、うん、結構他の日本でもそうだけど、ええ、反体制ってわけじゃないけどさ、うん、あるじゃない、そういう抑圧するものに対抗してどうのこうのっつって。でも本当にソ連ってそういう生半可じゃないから、ちょっとでもそういう素振りなんか見せたら殺されちゃうし、殺されちゃうからね、とにかく逮捕されるし抑留されるし、うん、でやっぱりこういうこの本に載ってるようなアーティストとかでも、まあ逮捕なんか日常茶飯事で、そのミュージシャンがここに出てる、そう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 、ちょっと余計なことをするとね。いや、特にそういうちょっと新進気鋭の音楽っていうか、フリージャズとかさ、はい、ああいう音楽をやり始める人たちっていうのは、うん、やっぱりマインド的にもそういうのがあるから、なるほどなるほど、まあ当然逮捕されるっていうのもあるね、うん、音楽は禁止できなかったんだ、でも、うん、ソビエトはやっぱりそこはね、ブートレグ文化で、そう、時代にねちょっと切り分けないと、ああそうかそうか、ちょっとごっちゃになっちゃうんだけど、うんうんうん、その肋骨レコードっていうやつ、はい、それはいつですか、そもそも。まあ基本は1940年代50年代、うん、見えます、この透かさないと、そう、こうやって光にちょっと当てないとこう、あ、見えた見えた見えた、これで、あ、これでも肋骨だからレアじゃないですか。
そうなんです。まあでも肋骨が一番レアじゃないんだけどね。あ、そうなんですか。うん、頭蓋骨やっぱ。まあいろいろあるんだけど、でこれが何かっていうと、そのレントゲン、そのフィルム、みんなご存知、そうレントゲンフィルムが、まあ病院にはもちろんたくさん使われてて、大量に廃棄されてたわけですよ。いらないんで、別に使用済みのレントゲンなんで。素材がそのシートみたいな感じで、たまたまぴったりだったから、その大量廃棄されてるやつを勝手にパクって、うん、勝手にレコード作った。プレスマシーンは、でもあ、プレスマシーンは持ち込んだ。当時その戦中に、第二次世界大戦中に、ええ、ソ連がさ、いっぱいその国でね、プロパガンダレコード作ってて、うん、でドイツとかの上空にビューって行って、バラバラバラって巻いて、あ、なるほど。でそれを拾った人が何だろうと思ってかけたら、プロパガンダが流れるみたいな。なるほど。そうそうそう、そういうのやってたもんで、いっぱいプレスマシーンあったのよ。でそれが闇市とかに流れてきて、あ、そっかそっかそっか。で闇市に流れたそのカッティングマシーンと、こういうちっちゃい、うん、その X 線のその病院大量廃棄されてたやつ、それが2つピコーンって思いついた人がいて、でもっていうのも、その40年代50年代は音楽めちゃくちゃ統制された時期で一番、うん、そういう西洋文化圏のもの、はい、まあロックでもジャズでも何でもいいんだけど、うん、音楽以外も含めて全部が禁止された時代だったから。40年代はそうですね。まあそりゃそうか、うん、そう、だから第一次世界大戦が終わったのは1945年で、うん、そこからもうすでに最初から、うん、まあ世界切り分ける段階で冷戦がもう始まってたし、うん、そう、その通りです。だからこの本に載ってるのとかは時代的にはもう一個後のブレジネフの時代で、基本的にはそうですね。だから70年代80年代、うん、でそのソ連崩壊までの音楽が載ってるっていう本かといって、別にそこまでプロパガンダとしての音楽だったわけじゃないですよね。まあバランスっていうかね、でも、うん、やっぱり歌詞とかは、うん、ちょっとプロパガンダっぽい歌詞が、うん、うん、なるほど、内容じゃないと権威性弾かれるから。でもそこも面白いところで、1枚アルバムがあって、例えば10曲入ってたとするじゃん、うん、したらその片面 A 面で5曲入ってて、うん、4曲はそういうっぽい歌詞なんだけど、最後1曲だけちょっと尖ってる音になってたりとか。なるほどね。なんかちょっとそういうスパイス聞かせられたのか、そうなんだろう、しただけなのかちょっと分かんないんだけど、うん、だからそのアルバム1枚全部がコンセプチュアルで、すごい変わった音楽ばっかりのアルバムっていうのはもうほとんどなくって、なんでもない凡庸の曲が8曲で、やっぱり凡庸っていう評価になる。そこはなる、それはなる、なるんだ、うん、いやだからちょっと聞いて、こうディスクガイドで勧め、おすすめみたいなやつも聞くと、うん、うーんみたいなのはやっぱあるんすよ、うん、もちろんもちろん、アルバム通して全部いいっていうのはもうマレ中のマレ、うん、マレ中のマレ、うんうん、それは別にミュージシャンが悪いわけじゃなくて、そういうことか、そういうもの、そうしろと、そうしろという感じだから、だからちょっとね、普通の聞き方っていうかおかしいけど、いわゆる全然マインド変えないと、そうですね、そう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 、あの抑圧された状況の中で、うん、そのどうしてもはみ出てしまう人間性みたいなものを聞くっていう聞き方がいいっていうことなんですかね、うん、そうです。なるほど、まさに、まあみんなが思ってるよりももっと面白くて、まあ、人間がやってるから奥深いっていうか、奥深いね、本当に。もちろんだけど、残されたものから、うん、その伺うことができるじゃないですか、うんうん、っていうかね、そのなんていうかね、作り手からすると、うん、ここを自分は口に出さないけど分かってほしいみたいなことっていうのがよくあるからね、うん、まあね、うん、そういうのを、まあ、推測でしかないんだけど、うんうんうん、いろいろこう推測しながらいろいろこう聞いていくとさ、なるほど、なかなか面白いんじゃないかなと思ったのが、そう、それがこうどんどん進んでこう本になったっていう感じ。うん、でまあなんか一応これっていうのがあるんだけど、うん、そのアルバムを最初聞いた時に、うん、なんかそれがこう打ち崩されたってわけじゃないけど、その何かの聞いていくうちに、あ、これ自分出ちゃってんなみたいな。そう、自分出過ぎちゃってるなって言ってやっぱりね、もう何万枚もやっぱりこうやって出されていくと、そうだね、そうだね、そういうイレギュラーがやっぱりあるわけ。そうだね、うん、プロデューサー高岸ドパレットって自分が呼んでるだけなんだけど、ユーリ・モロゾフっていう、あ、ユーリ・モロゾフは、うん、アーティストで、うん、このユーリ・モロゾフはちょっと特殊で、この人はメロディアからあの結局レコード出すんだけど、その初期のいわゆる
赤城シドバレットと呼べばゆえんみたいな音楽やってる頃は、うん、あの自分で自費出版というか、なんていうんだろう、メロディアからリリースしてないから、レコード。もともとはレコードリリースが叶わなかった人なんで、まあいろんな、まあ例えばリールのテープとか、うん、まあ後にカセットとか、そういった形で自分だけで作って、うん、まあ一般販売みたいなのしてなかった。じゃあ一人のミュージシャン志望だったんだ。そう。卓録小僧。そう。まあでもしょうがないからっていうのもあるんだけど、卓録になったのはもちろんできないからだ。確かに。そう。うん、でそういうのやっていくうちに、まあもちろんそのメロディアから、うん、オフィシャルからリリースすることも叶ったし、うんうんうん、そういろんなアーティストに、もう本当にアングラな人だったから、うんうん、まあ当時の多分ミュージシャン界隈の中では、うん、カルトヒーローみたいな感じで、でまあレニングラードとかに関わってた人なんだけど、その地域的には、もとも生まれは違うんだけどね、うん、だからそのシーンの中ではすごく有名な人で、なるほど、そのシーンは後に結構いろいろとこのソ連崩壊以降、ロックはすごい発展する時期地域なんだけど、レニングラードロック、そう言ったらね、機能とか、まあ、この人のその初期の音楽を聞いた時に、うん、本当にすごいなと、あ、やっぱそこが最初なんですか、そう、メロディアとか、うん、ソ連とかもう何も関係なく、うんうんうん、もう本当にフラットに他の音楽と並べて一緒に聞いたとしてもインパクトはあって、確かにあれは全く異質だった、異質だった本当に、うん、もともとね、自分自身がそういうサイケとかが好きだったから、うん、まあそうですね、そう、だからこういうサイケデリックムードっていう自分がもの若気の至りで作った本ですけど、まあ2010年、2010でしょ、うん、だったんですよ、うん、これがベースにあったから、ね、なるほど、うん、ちょっとあれだね、仮説が立つというか、うん、音楽の、うん、というか人間性っていうようなところに、うん、回収されるような人間が音楽を聴くっていうのは一体どこにあるのかとか魅力を感じてるのか、つまり命令されてやらされてる音楽のとそうじゃないものの、うん、難しいんだけど、命令されてやってる音楽ってつまらなそうなイメージはやっぱりあるじゃない、うん、何をもって良しとして何をもってねダメとしてたのか、ちょっと今とまで全然基準も違うから、まあでもとにかくその閉じられた空間の中で本当異様なこう発達をしていったというか進化をしていったから、まあ、この音楽とかファシズムみたいなものに繋がってくるんだろうけども、うん、いやでもね、もちろんそういうのは空気感としてもめちゃくちゃ含まれてて、そうなんですよね、うん、でもかつやっぱり俺はレコード屋の人間だから、はい、そのレコードっていうさ、うん、フィジカルメディアでもうん、すごく変わってるなと思ったの、メロディアが、メロディアが、うん、でメロディア以外 の、 そのさっきの肋骨レコードもそうだし、確かに ラベルの解説とかありましたよね、うん、そう、ラベルの解説とかもすごいシステマティックだってこと、そう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 、そういうのもそうだけど、うん、なんかさ、こういうさ、はいはいはい、ちょっとなんていうのこれ、わかる、こういう、あ、5インチ、これでもね、多分4インチぐらい、うん、だからそのソ連メロディアから出てないレコードももちろんいっぱいあって、本当にもう音楽関係なくレコードっていうそのさ、メディア一つとってもとにかく変わってるのよソ連って。それはプレスのやり方が違う。もうそうだし、そうだし、あ、これ反対は片面なんだ。そうそう。これ絵本についてる。こういう、なんていうんだろうね。こういうのくっついてるやつ、はいはいはい、かわいい小ゴマのくっついてるやつとかさ、そう、だからソ連も有名なサミズダートつって、はい、その地下出版があって、まあ、これもそういうのの一種で、あ、なるほど、レコードだけど、うんうんうん、本当にいろんな形が出てるんですよ、こういうのもそうだし、うんうん、こういうさ、あー、うん、3D の 3D ホログラムの、かわいいですね、裏にこうやってレコード貼り付けてて、こういうね、いいですね、いいですね、いいですね、うん、3D にはちょっと、そうそう、でも後ろにはこうやってレコードが、それそのまま再生するタイプのやつでしょ、そう、こうやってピッてやってね、うん、地下出版の需要ってどういうとこだったんですか、でもどうなんだろうね、俺もでもその本の類のものあんまり詳しくないから、うん、まあまあまあ、あれなんだけど、もうすでに十分詳しいと思うけど、でもだからその音楽と一緒で、まあ、本もそういうふうにいろいろ統制されてたから、うん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 、だから同じくそういう、そうですね、うん、いろんなものがやっぱりあったよね、うんうんうん、
西側にさ、こういういわゆるロックバンドっていうかバンドの人たちも行くことあるのよ、やっぱり、うん、いろんな国に、アメリカとも含めて。それ時代的にはいつ？70年代、80年代、80年代。あ、まあそうですよね、うん、基本はやっぱりヨーロッパが多いんだけど、うん、もちろんいろんな国にも行くし、なんならあのさ、うん、大阪万博とかさ、ああいうところにも行った人もいるし、うん、その時にやっぱりそのなんていうのと輸入できなかったようなジャズのレコードとかを買って帰ったりして、うん、ああそういう特権階級だけじゃないけど、そういうチャンスがあって、うん、チャンスがあった人たちの周りの人たちは、うん、そういう音楽聴いて吸収したりとか、漏れちゃうからね、どう頑張ったってね、うん、あとはラジオだね、やっぱり電波を受け取る、そうそうそう、うん、やっぱりラジオとかで聴いて音楽をいろいろ聴いたりして、西側の、なるほど、でそういうエッセンスをどんどん取り入れていくと。最高だね、うん、検閲がなかった西側でなくて、もう自由におおらかにやってた時代に、うん、めちゃめちゃガチガチでやってたっていうことは、うん、ある意味では時代を先取りしてるわけでしょ、まあある意味ではでね、うん、こういうこれからやっていく音楽やっていく中で、それ、うん、こういう音楽に習っちゃう可能性っていうのもちょっと思うわけですよ、うんうんうん、あれダメ、まあ、あれダメ、あれダメでっていうの。でも俺からすると、うん、そのあれダメの極地みたいなソ連っていう国で、こんなに面白い音楽あるわけだから、そうね、まああんまり関係ねえって言うとちょっと言い過ぎだけど、うん、まあその中でもやろうと思えばやれるだろうし、うん、だからでも抑圧がある中でも人間が出てくるのは絶対に間違いない、なぜなら人間だからみたいな感じがあっていいですね、ここは。そこが証明されてるっていうかさ、うん、人間の力っていうものが出てるんだなっていう。やっぱある程度こうね、ルール付けがあって面白いことっていっぱいあるじゃない。それも確かにそう、スポーツなんかもそうだしね、格闘技とかスポーツでもさ、うん、ルールがあるから成立するじゃない、うんうんうん、そうなんすよね、もちろん。でもだってこのほら、うん、それをファンクなとかだと抑圧が厳しかったのは明らかにミュージシャンからしたらきつかったわけでしょ、うん、もちろんもちろん、うんうん、まあでもその都度ね、その状況によってきつい要素はいっぱいあるからなとも思うし、うん、どうなんだろうね、その今のこの視点から見ると、うん、そうかもしれないけど、うん、当時その渦中にいた人たちはまあそれが至って普通のことだったかもしれないし、別にその厳しいとかきついとかね、そういう感覚はどこまであったのかもわからないし、うん、まあ、単純にそのさ出てきた音楽そのものを楽しんでもいいけど、うん、今のそういうさ、じゃあこうなんじゃないかなっていう、うん、なんかあるじゃない、自分でストーリーを作って、そうですね、うん、様式とかね、そうそうそう、体系づけて自分の頭の中でね、ある意味オタク的な楽しみ方だけど、なるほど、まあそういうのも面白いんじゃないかなと思うし、うんうんうん、まあ本当音楽はね、いろんな楽しみ方できるからね、そうですね、特にこういうレコードはさ、うん、総合芸術的な話じゃないけど、まあとにかくね、いろんないじくり方ができて、なるほど、楽しいんですよ、うんうん、なんやかんやで面白い、うん、それが分かってでもよかった、うんうん、あの人に会いたい、あ、でも最近あのこの本も、じゃあそっちの方いきますか、カンタベリー、うん、いや別にでもこれ単著じゃないっていうか、ただ俺書いてるだけだから、うん、あれなんだけど、もともと好きっていうのもあって、カンタベリーが、カンタベリーも俺あんまよく分かってないんだけど、うん、なんでしょうね、ソフトマシーン、ソフトマシーン、うん、まあもっと言うと、うん、ワイルドフラワーズっていうグループがいて、カンタベリーの出身の、はいはい、でまあとある高校に通ってんだけど、うん、その高校に通ってた、まあ、同級生たちで組んで、そのワイルドフラワーズっていうグループがいて、うん、まあそれは別に学生バンドだから、何も別に音源とか出さずに終わるんだけど、うんうんうん、そっから2つに分かれて、その分かれたバンドがソフトマシンとキャラバンドで、まあそのカンタベリーのシーンの、まあ、2大バンドみたいなのがこう生まれて、すごいね、そっからもうこう絵に描いてのファミリーツリー、そのメンバーがこれやってあれやって、そうね、そうね、ファミリーツリーっていうとカンタベリーだよね、うん、どうすか、カンタベリーの中でもキーパーソンっていうと、うん、やっぱケビン・エイヤーズとかになるの。いや、まあでも一番のキーパーソンはロバート・ワイエット、うん、やっぱそうか、まあ個人的なあれも含めてね、友達も多かったみたいだし、ね、まあでも本当の意味でのキーパーソンは、うん、ゴングのデビッド・アレンっていう人で、はいはいはい、この人がいなかったら多分成立してなかった、なるほど、うん、この人も別に風来坊みたいな人で、うんうんうん、フランスから渡ってくるんだけど、うんうん、その時にそういうこのロバート・ワイエットのおばさんがさ、はい、下宿者みたいなのやっててそこにみんな集まってたの。ああ、そうなんだ。でそのちょっと先輩なのデビッド・アレンって。面白い。でこの人がいろんな音楽をみんなに教えて、うん、みんなでバンドやるようになったりして、でここまで今つながっていくっていう、はいはい、カンタベリーって結構田舎っちゃ田舎なのよ。
そうっすよね。南東の結構外れの県都市のところで、外れのところにあるから。わかる。すごいわかるな、うん、その感じは。稲田いもんね。そうそうそう。稲田いっていうかさ、こう。ちょっとイギリスは、うん、なんかアメリカとかだと結構稲田い感じなんだけど、うん、イギリスの稲田いって、ちょっとこう、牧歌性、こう、なんていうの、牧歌的な感じになっていくのよ。わかる。で、この人たちって。フォークもあるしね。そう。フォークとかまた背景にあるじゃない。うん、だからそういう特徴のあるさ、ちょっと柔らかいメロディーラインみたいなのがと、その当時のさ、そういう尖ってたジャズとか、あとテリー・ライリーとかのそっち系の人たちとも絡みがあるから、ああ、そうか、うん、だからそういうのでいろいろこう組み合わさって、うん、このカンタベリーっていうシーンになる。そう、それらがだから若い頃にギャーギャーケンケンガクガクしながら音楽やってたっていう、うん、そう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 でしょ。それがなんやかんやとファミリーツリーになってつながっていく。面白い、それは。いう感じ。全然豆知識なんだけどさ、はい、この、これハットフィールダンスっていう、ハットフィールダンス、これって結構ジャケットしてもカンタベリーで有名で、なんかまあ、結構代表するアートワークみたいな感じなんだけど、まあね、これさ、これまあカンタベリーの街並みで、なんか上にピンクのやつがあるみたいな風に思われてんだけど、はい、全然これ関係なくて、これあの、レイキャビックで。アイスランドの。アイスランドの。これ全然関係ない。レイキャビックで、これイタリアの画家のやつのコラージュなんだけど、うん、だから全くカンタベリーにゆかりも何にもない。そうそうそう。あんまり誰も知られてないんだけど。そうっすね。うん、これはあの作った、これ作った人に確認したから間違いない。面白い。へえ。そうなんですよ。最近のレコードブームもありますけど。うん、まあレコードブームって難しいんだよ。難しいって言ったらあれだけど。いや、わかるわかる。それは、いろいろ難しいところはあるけど。そうそうそう。うん、若い人がレコードを聴くようになったっていう。それは間違いないけど、うん、まあもちろんさ、うん、俺がいる、今いる店とか、はい、その、環境によって全然感じ方は違うとは思うんだけど。そうね、あそこと、ね、ちょっとまあ、ね、うちの店は特殊だから、あれなんだけど、うん、でも、全体的にね、うん、若い人がレコードを買うようになったっていう、この文字面だけは合ってる。めちゃめちゃあるね、うん、そのレコードのプレス枚数が最近すごい増えてるっていうじゃない。じゃあレコードが売れるってなった時に、うん、まあ商売的に単純にそうやって売れるってなって、うん、まあ今まで何にもノウハウもないけど、うん、とりあえずレコードにしましょうと。そうね。でレコード用にわざわざマスタリングすることも特になく、あーまあねー、うん、なんかもう適当な感じで、うん、もうそのままレコードにしちゃうから。まあ結局ね、デジタルで撮ってるからね、今の時代。そう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 。でも俺はそのものとしてのレコードっていうのも好きだから、それを否定する気はもちろんさらさらないけど、針を置くっていう体験。そうそうそう。それはやっぱり確かにね、かけがえのないものではあるんだけど。いやでも俺たちはもうある意味中毒者みたいなもんだから。だって俺 CD プレイヤー持ってないしね。だからもうレコードであるっていうだけで嬉しい人種だから、うん、もうそれは否定する気は全くないけど。本当そうね、うん、まあでもいろんな側面があってそこにも。そうね、うん、いやでももちろん最初買い始めの頃はレコードのジャケットね、うん、例えばねベルベッツのバナナのジャケットを壁に貼ったりとかしてたから、あのね、壁一面レコードにしてみようみたいな。わ、うんうん、かるわかる、うんうん、やっぱそうじゃない。そうそうそう、うん、そこでそこから始まってちょっと好きになりすぎちゃって、うん、あの人生になった。まあ確かに確かに、うん、あるじゃないですか。まさにそれで、ね、うん、でもレコードっていうのはこうヒップで、なんかレコードっていうのがもう理由なんかなくて、ないない、とにかくイケてるみたいな、あるそれっていう時期も、まあ今でもある意味続いてんだけど、そこそれでもその体験大事じゃないですか。うん、ね、そういう意味ではすごくいいことだと思うけど、でもそういうのをもっと細かく見ていくと、うん、そういうじゃあどっちの方がいいんだ論争とかから始まってさ、うん、いやでも俺いつもこういう話の時に、うん、俺のスタンスって結構一貫してて、うん、CD とレコードどっちが音がいいなんてのはもう全然関係なくて。ああなるほど。だから一番重要なのはさ、もともとのその音源そのものだからのクオリティだから、うん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 、でね、60年代とか70年代に作られた音源ってアナログ音源で、うん、もうそのもともとのテープってもう劣化を免れないの、どうやっても、うん、ああなるほどね。でさ、もうイギリスの国宝みたいなさ、ビートルズのマスター、あれサージェットのアセテート出てなかったっけ。出して出して。でもそういうマスターってさ、いかにビートルズで言えのも、もう劣化を免れなくって、あ、そうっすよ、もう結構べちゃついてもうひっついて離れないとかもあるし、わかるわかる、それは、うん、だからオリジナルマスターっていうのは、うん、もうどうやっても無理なのよ。いや、わかる。そこにたどり着けないっていうことになるわけじゃん、うん、だからそのどっからね、まあ、じゃあ2000年代、まあ今でもいいや、じゃあ新しくリマスタリングして出そうって言ったって、もともとの音源を失われちゃってるわけだから。なるほどね、なるほどね。だからまあフランケンシュタインみたいなもんで、
どうやったって継ぎはぎになっちゃって、あなるほど、音はもうどうにもならないね、もう。そうねってなって、じゃあどれが一番音がいいかってなると、うん、当時カッティングしたレコードになるわけ、やっぱり。なるほどね、そこに残されてるのそれしかないわけだから、ね、うん、昔の音源に関してやっぱりレコードの方がメリットというかアドバンテージがあって、はい、デジタルマスター以降のものは、うん、まあデジタルそのままが一番まあ、理にかなってるような気もするし。なるほどね。もうその想定されたフォーマットでだったらそのフォーマットで聞くのが一番っていう話。そう、まあ単純でシンプル。そうね。だから昨日今日録音されたものがレコードになったとて、うーん、そんなの別にあんまり、まあね、別にサブスクだろうが CD だろうがフラッグだろうが何でもいいんだけど、やっぱ針落とした瞬間の感動っていうのもやっぱりあるからな。そう、だから そこなんだよ。別に音の本当の最終的なさ、わかる、数値的なかどうか分かんない良し悪しと、うん、体験としての良し悪しっていうのはもう全然別のものだから、うん、そうですね。レコードって別にさ、だからさ、もう最初から言ってるけど音だけじゃないし、いろんなものがもうまつわるし、ね、うん、俺なんかもさ、うん、昔はよくね、偽物つかまされたりさ、うんうんうん、こうニュークリアスのファーストのオリジナルなんかをさ、あもうベタベタなね、ね、ああこれがオリジナルか、でもちょっと安かったな意外とみたいな感じでさ、はい、もう6000円だか7000円ぐらいで、うん、ニュークリアスのファースト UK って書いてて、今見ると、うん、まあ明らかに分かるで違いが、ジャケだけ本物だったの、うん、ああそうなんだ、うん、でね、珍しいんですよ、手書きマットだったんだよね、ああ、はい、ベタベタなやつでしょ、そうそうそう、うん、うん、とかね、うん、でもなんかなんかなんていうの、全体含めて楽しいじゃん、そういうこと、楽しい楽しい、そうそうそう、うん、まあいいんじゃないですか、レコードはね、みんな試してみたらっていうか面白いんです、一回はね、うん、そのレコードで音楽を聴くっていう体験をするっていう、そう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 、とりあえずこのソ連ファンのね、はい、これは皆さん買ってくださいっていうことと、そうですね、あとは今一応撮影時点では今日出たかぐらいのカンタベリー、あそうか、そうカンタベリー、カンタベリー、あとはあの漫画を連載してます、皆さんよろしくお願いします、レコードジャンキーとミカズミカズカズヤマハがやってるマイサウンドっていうあの、まあ、サブスクがあって、うんうんうん、そこのサイト上で連載してるんだけど、まあ、コラムみたいなのまず一つレコにまつわるエトセトラっていうのを一本やってるのと、あとはそのレコードジャンキー富和っていう漫画を連載してる、何の因果か分かんないけど、うん、あの始まってもう早1年ちょい経つわけよ、はいはいはい、うん、そう、まあしばらくはちょっと続けていこうかなと。いやだから単行本化も、まあ、もちろんしたいなって思うし、うん、もちろんしたいなと。いやあんまりさ、こうレコードやってる人でミュージシャンはいるかもしれないけど、うん、漫画家ってちょっと、うん、漫画家はいないんじゃない、欲しいやつある、でもだからそういう意味ではもうないんで、金がさ、なんぼでも使っていいとか、いや、なんぼでも買うよ、そしたら、うん、だから選ぶとしたらさ、2枚ぐらい選んだら何になるの、うん、2枚何になるの、5枚でもいい、わかんねえな、そんなの、なんだろう、うん、俺とりあえずアントニオ・スミスのセカンドは欲しいかなって感じ、うん、ああ、セカンドか、うん、ファーストじゃなくて、ファーストじゃなくて、そんなんか、あとパトゥーかな、パトゥーどっち、うん、パトゥーもセカンド、あ、セカンド、うん、まあでも頑張れば買えるじゃん、どっちも、まあ、でも俺は今って言ったらさ、うん、やっぱソ連の今の気分でもいいですよ、レアな音楽、レアなレコード、それやっぱちょっと欲しいなと、なんなら2枚とも、2枚って言ったら2枚ともそうなんじゃない、あー、そうなっちゃうんだ、そう、結構買うのやめてるけど、うん、でも今ならそうかも、あ、ま、知れないかな、あとは昔から自分が好きな、うん、なんかレコードとかあったら欲しいなと思うよ、何これヘロンとか持ってないしさ、あ、俺もヘロン欲しい、ね、ヘロン欲しいな、それヘロンとかさ、うん、オデッセイ&オラフとかさ、ゾンビーズの、なんかそういうような、あと無限に金があるんだったら、うん、あのダークとかさまあね、まあね、そうそうそう、そこまでいっちゃうとね、うん、もうね、うん、みんなの羨望のまなざしが集まり通す、わかるわかる、うんうん、まあ、とにかくレコードは昔のね、レコードは有限なんで、大事に、大事にしましょう、した方がいいんじゃないかな、うん、そうっすね、そうっすね、いや、今日は食べてどうもありがとうございました。で、山田さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。